どうもお疲れ様です。まヒメ大学の特別講義です。今回は月収100万というテーマでね、えー、またお題いただきまして、この月収100万というのは、まあ、いわゆるネットビジネスとかね、副業とかね、まあ、ネットワークビジネスもそうかもしれませんけども、いわゆる会社員として働く以外の収入の取り方を選択しようとしている方が必ずね、思い描くものなんですけども、これ月収100万なんていうのはね、よくこんなね、キャッチコピーとも言えるような、 金額を考え出したなと誰なんだろうっていうふうに思うことがあるんですけどもまあでも一度はね月収100万取ってみたいなって誰しも思ったことがあるんじゃないかなと思います特にここ45年のことなんですけども40代中盤から50代の方からのご相談を多くいただいてですね、まあ、将来が不安だとこのまんま今の会社に勤めていても将来は見えないともう年齢も年齢なんだけどもここから挑戦できることはないかとかねえさらには 非正規、一回も正社員で働いたことがないまま20代を過ごして30代を終えて40代も後半になってしまった50代になってしまったという私と同じようなロスジェネス世代の方が心からですねお悩みになって私の目の前に訪れます実は昨日もね一軒私の住んでいる町に来てくださった方がいてちょっとね何百キロも遠くからなんですけどもで、まあ、お話を切々と聞くのと同時にここからの人生で何かね大きく 飛躍してててみみたたたい、いいいいいい生まれ変わってみたいっていう、すすごい強い思いも聞いたんですよで。私は思うんですけども月収100万でもね月収50万でもまあもちろん稼ぐことが全てではないんですけども当面圧倒的に足りていないのは収入なんだということはね間違いないと思うんですよで私はね思うんですけども月収100万が1年以内に来なくても3年後にそうなってもすごくないですか5年後ではどうですか いうふうなことを想像してもららったら例えば今50歳でね今から目指して55歳で月収100万年収1,200万だったら手遅れですかってことを聞くと十分間に合うというふうにお答えになる方が多いと思います、まあ、昨日も同じようなねお答えいただいたんですけどもだったら最初は、うん、失礼しました月収で2万とか3万であっても今までとは違った稼ぎ方に踏み出してみるところからじゃないかなってことを話したんですよ。 でそしてまあ私のことで恐縮なんですけども私はまあ麻雀店のねどうしようもない経営から抜け出して10年前にネットビジネススタートして初月で85万それ以来月収100万を切ったことはないので今となっては月収100万っていうのが会社員の方が受け取る月収20万とか30万と同じような感覚なんですよねでもこうも思ってるんですよ会社員として月収20万とか30万を受け取る方は お金以外の福利厚生を会社から受け取ってるよねと場合によっては退職金もあるかもしれないし、様々な保険があるとそう考えたら一人で稼いで月収百万とトントンなんですよだから独立する以上は月収百万っていうのはあくまでも通過点そこからどのぐらいまで膨らんでいけるかなっていうのが、うん、やっぱり目指すところだと思うんですよねそう考えていくと月収百万で一息つくんではなくって月収百万を踏み台にして さらに稼ぎるようにに稼なななっていかないといけないかとけやっぱりね高く理想は持たないといけないんだけども逆に月収万だからそこができないうちに100万の心配してもしょうがないので当面はねポイントサイトでも何でもいいんでとりあえず自分の力で会社員としてではなくアルバイトに行くわけでもなくって自分の自宅でパソコンやスマホを目の前にして。 5万10万稼いでいくところから新しい稼ぎ方をちょっと踏み出してみませんかっていうことなんですよねでこれができるとさらに次に進むようになるんで月収100万近くなるんですけどもポイントサイト甘く見たりねやってみたら大変でしたって引き返し見たりとかするともうそこで終わりなんですよね、まあ、そういったことも込みでなんですけどもあらゆる人が月収100万を目指してどこで引き返すのかどこでやめてしまうのかっていうところもねもうこの10年 もう嫌というほど見てきてね全然嫌じゃないんですけどもかなり見てきてもう似たようなパターンになるわけですよだからそこを避けていただくために私も面談を繰り返すわけですけども、まあ、つまりね稼げてる人に聞くと答えるポイントがねなるほどそうだったのかってことばかりなんですよでも実際に今勤めてる会社の先輩や上司ご家族友人 月収100万なんて稼いだことがない人月収50万も稼いだことがない人どっかの会社員になるとかアルバイトで勤めに行く以外の稼ぎ方をしたことがない人にいくら聞いても回答は得れないと思いますねだからやっぱりその道のプロと言われる人その道で信じられる人いろんな方の話を聞いてこの方だったら信じていけるかなっていう人にまず会いに行くこと会いに行った上で 確かにいけるなと、信用できるなと思ったらあとは一定期間は走るだけじゃないかなと思うんですよ。人が人を信じるとか人が人についていくっていうのは実際に自分が人を見る目これは力量が問われてますけども結局は自分のその目を信じるしかありませんからね。だから誰かがすごい人がいるよって言ったりとかどっかの雑誌に載ってる肩書きの 立派な人っていうのも一つの信用材料になるかもしれませんけども私が思うのは実際に間に何も挟まずに自分の目の前50センチ1メートル前にいる人にしっかりと1時間なり2時間コミュニケーション取ってそして感じることじゃないかなと思いますねまあ今日の動画は以上でございます稼いでる人にまず会ってみましょうってこと私からお話したいと思いますねそれじゃあお疲れ様です